っちゃ背小さいですよね俺の方がだって20センチぐらい大きいじゃん俺140か。こいつを見よう。なんやこれは。こんなでっかいオケ売ってたんよ。しかもこのサイズと体重とか計算してもう積分と浮力を使いこなしたら、うん、これ浮くんよ。リアル一寸法師みたいなこと。そういうことそういうことということで試してみようということで海に来ました。すっげえ寒いんよね実は。もう ね季節がね。正直いけると思ってる。俺もいけると思う。哲也がいけちゃえば本当にみんないけるんよ。めちゃくちゃ今いけるとか言って笑いながら言ってるけど着替え持ってきてっからね俺まずそいつが浮くかどうかね。まあこれが浮かんかったらまずそもそもお話にならじだからね。はい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 。当たり前に完璧に浮いてるよこれ。行くよもう。もう行っちゃう。行っちゃうよ。お願いします。靴下脱いどく。なんか意味あるのかなすまない。もう濡れた。ほらほら脱いでればよかったよ。布一枚なんで別にあろうがなかろうが関係ねえいや怖いねめちゃくちゃ。おすごい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 。あれあれあれえいけてねいけてね。あ地面にいんのかそれ。座って。ちょ俺水入って押すわ。いけるいける。鉄バランス。俺今押さえてるから大丈夫だから。すごい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 。浮いてるよ浮いてるよ。いくよ離すよ。前重心前重心。ちょっと待ってね。前重心。はいはいオッケー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 。いくよ離すよ。いやこれはねバランスの問題。いけた？これいけるいけるいける。マジマジ？もう一回？もう一回いける？濡れてる。いいねいいねいいね。なんかバランス取ってそうよ。これ実質ボートレーサーよ鉄。まだ入ってた。じゃ任せろ。想像以上にグラグラつくから怖いんよ。で、こう膝よ。あ、膝でね。膝でバランス取れ。はい。いくよ。いけそういけそう。なんかやっぱ鉄也より浮いてるもん。そう、それなんよ。いくよいくよ。オッケーもう手離すよ。はい。はい。はい、なんでツナと卵サンドイッチ食べとるの？お腹空いたから。なんで午後の紅茶飲んでるんですか？午前っすよまだ。またぞ。はい。なんで午後の紅茶飲んどるん？午前やで。午前でも飲みたくなる。またぞ。はい。なんで午後の紅茶午前に飲んどるん？だから午前で。食べ終わりました。さあそっから出してほしくばなんかおもろいことしてください。いや楽しみですな。いや芸人さんの面白いことなんてもう絶対おもろいや。楽しみだね。芝深かったまだダメです。芝深かった後ろが受けたようで出してあげます。合格ですか？合格らしいです。後ろでフフ言ってましたねケンスケタバコ吸いに行った方がいいんちゃう？そうやな、いい天気だしねマジでだるいって。もういいよ閉めてもういいよ閉めて潔いなあ。本当にタバコ吸うんだ。分かった。熱い。どうしたっすか？芝生だお、じゃあ開けますね。はい。あ、健介が干してあんのか。さあもう一度2分待ちましょうお、なんかノックの音が聞こえるぞ。なんだよ健介。サッカーしようぜ。いや、準備に対するネタの領域がもうやばいや。サッカーすっか。サッカーしよう。やめてよ、圭介。ちょっと無理だって、圭介。3回目は無理だって。圭介、もうやめて。いいです。あるでしょ、一滴。よかったら言って。びっくりした。どういうこと？イリュージョンした。どういうこと？上登って上から来やがった。作詞私のまた作戦がもう変わるんですよ。やめて。健介、上を見上げろ。何？そこにカメラがある。出してほしくば何かしてくれ。なんで今日こんな一発芸大会みたいにやんなきゃいけないんだよ。さあ、カメラを回せ。お届けしまーす。ありがとうございます。だるっ。トイレ入ってんのにさ、開かないし。もうだるいって。じゃあそこで笑ったら開けてや。いいよ。なんかさ、友達の話なんだけどさ、あ、語りが始まる。確かにもう笑っちまったよ。はい、開けてー。ダリー、皆さん問題です。はい、この薬、最近私がいつも飲んでる薬なんですけど、何の薬でしょう？はいはい、覚醒。はい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 、ダポ。はい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 、お肌の薬。そんな簡単な問題は出しません。さあ、ちょっと関連性はある。はい。視力が回復する薬。違います。はい。はい。身長を伸びる薬。これ以上はいらんです。身長は。めちゃくちゃ欲しい。僕が欲しいっていうのでいいですか？はい。おちんちんの薬？ちんちんは元気なので大丈夫です。それは飲んで良くなってます、やっぱ。自分では自覚してないけど、多分良くなってる気がする。自覚が難しい。あれ書いてないの？これスペインの。予約スペイン語読めないですよね。大丈夫ですよね。読んでも分かんないやつですわ。アメリカとかのってさ、はいはいはい。歯の薬。全然違います。はいはいはい。鼻炎の薬。違います。俺がちょっと最近気にしてたことと関係してます。はいはい。あ、どうぞ。はい。ガングリオンの薬。違います。はいはいはい。そんな飲まねえか。なんか時々カサカサできるじゃないですか。はいはいはい。多分それのカサカサのやつを抑える薬。違います。違うんか。そういうやつだったら多分俺は日本で解決してるんよね。確かに。なぜわざわざスペインから取り寄せるかよ。いやマジで日本の病院じゃどうしようもないのことってことでしょ。待って、なんか盛り上がりすぎてそんな大したことじゃない。でもはいはいはい、抜け毛。違います。はいはいはい。声が良くなる薬。違います。違うか。2曲目のためのやつじゃないのか。え、むずくね？だって日本でなんとかならないことってこと。ちょっとでもなんか発想変えた方がいいかもしれない。そんなの、あ、確かにでも聞いたことないなあーみたいな。はいはいはい。喉仏がちょっと大きくなる薬。俺そんな今のままでいいかな。はいはいはい。前歯が引っ込んでいく。それはもうディスだよ。ちょっと見ていいですか？色は関係してる？いや、そんな関係ないかな。ちょっと待って、もしかしてはい、アルコールに強くなる？違います。はい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 。実はとんかつ味。何言うとんねん。いや、毎日とんかつ食いてーとか、あ、ラーメン味だ。ちゃうわ。それからね、おもろくなってきたんで、当てた人にはえ iTunes カード1万円分で。イエーイ。なんでテンション下げたんすか？ちょっと安いなと思っちゃって。いやいや、めちゃめちゃ嬉しい。ちょっと真剣に。はいはい。血液サラサラになる薬。違います。はいはい。筋肉がつきやすくなる薬。違います。はいはい。筋肉を維持する薬。違います。はいはい。違うな、どれも。なんだ、痩せる薬。違います。はい。あ、どうぞ。体が柔らかくなる薬。違います。逆向けがなくなる薬。違います。はいはい。目が良くなる薬。違います。でも絶対みんな知ってる。はじめさんの悩みですか？っていうかそういうのがあることを。はいはい。ほくろがなくなる。違います。ないそれ。そうですね。はい、モテる薬。違います。ヒントいきますね。めんどくさがりな俺には助かるなっていう薬ですね。はいはい。睡眠がちょっとでも満足できるようになる薬。違います。はいはい。すんごい栄養価が高い。違います。はいはい。歯磨かなくてもいい。違います。あったら飲みたいです。はいはい。オール入んなくてもいい。体臭がなくなる。違います。はい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 。毛剃らなくて済むようになる。違います。はい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 。爪切らなくなる薬。違います。あったら飲みたい。はいはい。二人になる薬。違います。わかんない。はいはい。色白になりやすい。近いです。お、近いです。はい。ちょっと近づいたぞ俺。日焼けしなくなる。正解です。やったー。いや惜しいよ平君。ほんとお前さ6000はこっちよ。6000は俺のな。そうなんか夏めっちゃ日焼けしたって言ってたじゃないですか。で日焼け止め塗ってもブーブーなんだけど汗かくから困ってて、これ飲むだけで日焼けしなくなるっていう。飲む日焼け止めか。そうすごい。でなんか日本だと弱いから海外のだと結構効果があるみたいに。へえ、いいなぁ。俺も欲しいっすこれね。正岡翼ちゃんがツイッターでつぶやいてて、えじゃあ俺も買おうと思って買いました。正岡さんありがとうございます。ありがとうございます。松岡さんありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして蝶の畑のツイッターフォローありがとうございます。してくれてるんだ。してくれてる。